最初から学べるのいいなっていうのもありつつ、うん、あのやっと動いてくれたかっていうのがめちゃくちゃ嬉しいですね。アイリストも今スターアイリストって結構いるじゃないですか、うん、ワンオペ150やってますよ、でマックス210やってますよなんて方も強烈ですよね。美容師より松江区の方が下っていうこの風潮僕マジでキモいと思って、美容師辞めた子が松江区に行くみたいな調子めっちゃ言うじゃないですか、ね、で松江区ならやれるみたいな、松江区ならできる、松江区ならできるって、うん、なんで松江区が下みたいな。それでは早速ですね、月刊ハイキャンプ一つ目のトピックからいきましょう、はい、リビオニュースさんからのピックアップになります、うん、令和5年度以降の対応案を決めてとりあえず終了した厚生労働省の美容師の養成のあり方に関する検討会、新卒美容師を採用しても十分な技術力がなく一人前になるのに時間がかかり途中で辞めてしまう美容師が多い、その原因の一つとして指摘されたのが、実技試験第2課題のオールウェーブセッティングですね。オールウェブセッティングの代わりに実技試験の候補と一つとして挙がったのがまつげエクステンションやヘアカラーでしたが、懸念の声もあるみたいですという記事でしたが、はい、これねオールウェブセッティングの代わりにまつげエクステンションになるかもという記事ですが、うん、この辺どうですか、エイトさん的には。いや僕意外とまつげ賛成派で、あ意外とね、いやあの僕の周りでも結構美容師さん辞めて手荒れとかで、うんうん、松江区行ってるんだみたいな人多いので、うん、まあ、それ最初から学べんのいいなっていうのもありつつ、うんうん、あのやっと動いてくれたかっていうのがめちゃくちゃ嬉しいですね。長いこと、ね、オールウェブに疑問視しながらみんなやったじゃないですか、ね、やってましたね、なんでこれやってんだろうみたいな、うん、中でやっと動いてくれたかっていうのもめちゃくちゃあるんですけど、うん、じゃあこの5年後もまた動いてくれるのかなってなった時に、うん、やっぱ美容のねあのトレンド移るんで、うん、例えば昔だったらこう水でこうやってパーマやってましたけど、うん、今クリームのところも多かったりと か、うん、なんかそういうトレンドに合わせてまたこう検討してくれるのかなって思ってますね、うん、まず検討に時間がかかりすぎやぞとそうちょっと ね、ちょっとね黒いとこ見えてますよ ね、 なんか若干ね黒いとこ見えてますね。黒といえばもう黒木さんだと思うんですけど、はい、どうですかこの辺の、はい、そうですね、名前が黒いのどうしてもこっちにあるんですねまあちょっとねあのこのじゃあオールベビーからじゃあ松江区に変わって、うん、どうなんだっていうものでも出てきそうな気がしますけどね、うんうんはい、松江区捨てをやりたくって美容学校に来てないぞっていう方多分多いと思いますし、でも松江区もね、はい、商材絡みのねあのものになってくるんで、まあ、そこにこう何か絡んでんのかなってこうね想像させられますよね内田さん。じゃあ実際これ皆さんだったらですよ、課題何がいいねんっていう話あるじゃないですか、じゃあオールウェブセッティングもこう怪しい、もう使うのかっていう問題もあって、まつげエクステやりたいのかっていう問題もあって、じゃあ実際皆さんだったら何を国家試験にするんですかっていうのを聞きたいですよ。米田さんとかなんかありそうですねその辺。何をするかで言うと、はい、まあ別に何でもいいんですけど。ああ何でもいい。そのなんか何をなんかちょっと質問 の、 その内田さんからいただいた質問とはちょっと違うんですけど、うんうんうん、なんか今こう松江区に変わるっていうお話してるじゃないですか、はいはい、僕はめっちゃいいと思うんですよ、うんうん、めっちゃいいと思ってて、ちょっと質問とずれちゃうんですけど、うん、なんかこうこの中の会話でも起きてると思うんですけど、うん、美容師より松江区の方が下っていうこの風潮僕マジでキモいと思ってて、うん、だって美容師辞めた子が松江区に行くみたいな口調ってめっちゃ言うじゃないですか、ね、で松江区ならやれるみたいな、松江区ならできる、松江区ならできるって、うん、なんで松江区が下みたいになってるのかって、これって全員当たり前にそれ言うんですよ、うん、で僕こうコンサルとかもさせていたりとかマーケしてる会社の松江区の方ってもともとスタートからそれやってるし、うん、本当にそう1本取れて24時間365日目元をきれいにしたいっていうニーズに応えるための需要じゃないですか、うん、に対して美容師ってなんとなく美容師もできるからそういう風に見ちゃうみたいなのがあって、うん、だからなんかこの国家試験がその松江区ってものになった時にみんなが松江区経験するからみんなが松江区の苦労を知ると思うんですよ、うん、難しいってことを知るし、それってこう見方が変わるじゃないですか、うん、これがなんか僕はめっちゃいいと思ってて、うん、何の授業をやるべきかっていうとなんかこうその時のトレンド性のものとかを学んだところで、多分僕がそのエイトさんがトレンドのものっておっしゃってたので、うん、全然いいと思うんですけど、なんかそれってやっぱりこう変わっちゃうし、うん、何かこうある程度固まったものってなった時に、うん、その時代のニーズが絶対必要なものであると、まず第一に、まあ、トレンドっていうのも需要がすごく多い、その需要が多いものに対して
こうやるってなった時に世の中の見え方がちゃんとこう変わるいいプラスになるようなものを国家試験の1個に置いてあげれば価値観が変わると思うんですよ、うん、これが僕はめっちゃ重要だなと思ってるので技術をどれを選ぶかっていうよりも世の中の需要がどれが大事でその中でどれを選んでその職業の見られ方がどうやって変わっていくかみたいなところにするのが国が決めた試験の一つだと思うんですよ、うん、何かをできるテクニックをできることを増やすのが国家試験じゃなくて、うん、その感覚とか美容界に見える角度を変えていけるっていうところが、うん僕はなんかすごくいいなと思ってるのでなんとなくなんかそういう意見かもしれないですなるほどねレベル高っ、はいうん、つまりレベル高っ、まあまあ、とはいえ何かしらその課題にしてそのね合否を決めなきゃいけないわけですよね、うん、だからマーケを勉強した方がいいのか確かにその極めてマーケ的ですよねそうだねマーケ的だよね、うん、でも本当そうですよねでもそのマーケ的な、ね、観点の学力って大事だよね、うん、多分ね、うんうんアイリストも今スターアイリストって結構いるじゃないですか、うん、ワンオペ150やってますよでマックス200以上やってますよなんて方もあれなんか強烈ですよね、うん、ワンオペ200なんかやられたらあれ原価で言ったら多分スーパーもないと思うんで、うん、えってテナント持ってないとか多いじゃないですか確かにそれでまあそれだけ売り上げられるってい う, こう夢がある業種の一つなんじゃないかなってやっぱり思いますよね、うんうんうん、そういう意味ではまあアイリストってのは非常にまあ生産力がもしかしたら美容師さんよりもこう上げられる可能性がある職種なんかもしれないですね、うんうんうん、確かにだから僕全然あれです本当美容師ダメやったらアリストっていう感覚は全くないですねうちもお客さんでそのアイのお客さん結構あるんですけどめちゃくちゃ金持ちですね羨ましいなんかアリスト業界でカリスマみたいな人いっぱいいるんですかはいあそうなんですいるんですよでそういう方って大体もうメーカー自分でやってますあなるほどねはい、で自分のテクニックをまあもう皆さんおされたと思うんですけど、うん、こう講習してアリストさんを教育して、うん、でその人たちをこう、まあ、稼げるアリストに育ててっていう流通をちゃんと作ってるって方がやっぱ多いですよね、うんうん、なるほどね、うん、でもだからもうちょっとそのオールビューティーっていうかね、うん、いろんなところに視点を合わせていきましょうっていうこれの第一歩が多分ねオールエグ、まあ、紙からもうちょっとね、うん、違うところの視点に、うん、エイト君なんかも多分それのね第一人者みたいなところあると思うんですけどそうですねそれこそメンズカットとかいいんじゃないですかあメンズカットねメンズカット確かにねだってセニングとか全然違うじゃないですか、うん、確かに確かに確かにあれ危険ですよもう確かに、ね、急にやっちゃって確かに、ね、根元シャバシャバになっちゃって確かにね ねそっかそうですよねだからなんかそこら辺も、うん、オールでやった方がいいですよね確かにねうちさんどうですかこれですか僕は国家試験いらないと思ってますよおはい、国家試験必要ですか、うん、まあその日本ならではではありますよね、うん、海外ではないですし海外ないですよねないですないです、うんうん、これ海外視点でいうと、はいまあ、いろんな美容師さんご存知だと思うんですけど、うん、どうですか別にその国家試験があることによって、うん、なんかこう技術力がよりこう平均的に上がるっていう現実あるんですかそれはねあると思いますあやっぱあるんですか、はい、やっぱ海外の美容師さんは本当にバラバラなんで、うん、ちゃんと教育を受けた人だけがうまいんで、うん、そうじゃない突然あ今から僕美容師ですよって言ってるんですよね全然いるんですか全然います全然いますそうなんだ、はいでうん、そういう方々はやっぱりお客さんつきにくいですし、うん、やっぱ成功してる意味じゃないですしねなるほどねそういう意味でそのこう技術だけじゃないですか国家試験って、うん、技術とまあ筆記とあるじゃないですか、うん、でその筆記部分があるからケミカルをちょっと理解してる方が多いと思いますうん、外人さんで例えばパーマのペーハーって言ってももう誰もわからないですそうかペーハーっていう言葉自体をもうまず知らなかった、うん、知らないです知らないです何ですかそれって水のペーハーしてます誰も知らないです、うん、へえ、はい、本当に本当にだからそういう教育はまあできてるんで、うんまあ、その全く意味がないとは思わないですね、うん、ただまあ無駄が多すぎて2年間である必要があるのかなんてのは、うん、常につきまとってる問題なんでしょうねうんなるほどまあ、今回のこれもそうですよね、うんうん、だからその教育コストを結局その美容室側が、うんまあ、割いてるよねみたいな議論よくあるじゃないですか、うんはい、だから結局新卒で入ってきてもなかなか即戦力になりませんよね、うん、美容学校何やってるんですかみたいなのが結構よくある美容師側の意見じゃないですか、うんうん、ここはどうなんですかその松江区をすることでじゃあ美容室側としては別にそこにこう課題、ね、解決は そんなにないと思うんでまあ、そもそもなんかその美容室の中に新たなメニューとして松江区っていうのがあって美容室という箱の中になんかそういうブースができるとかそういう業界の進化があってもいいと思いますけどここまでやるんだったら、ねうん、これ皆さんに僕聞きたいんですけど松江区よりまつげパーマの方が良くないですかおあそれもトレンドの話ですよね確かに、我々パーマやるじゃないですか、うん
なんでまつげにやっとかないのかなって、そのエクステンションに、まあ、マスパテでもありますもんね、うん、はい、普通にサロンメニューでもねあると思いますし、うん、アイリスさんでもまつエクよりまつげパーマに今シフトしてきてるのに、うん、なんで今のタイミングでまつエクなんだろうってのはちょっと僕は遅れてんななんて思っちゃいましたけどね、うん、なんかどっちでもよくないですか、うん、僕はなんかほんとまつげエクステでもまつげパーマでもどっちでもいいかなとは思ってますけど、なんか国家試験がそのあるないとかもそうですけど、なんか大事なことちゃんと学べるのって、うん、若いうちに大事なことを試験に向けて目的に向けて一歩一歩着実と進んでいく、うん、しかも義務的に授業を受けなきゃいけなくて、それを一歩一歩ちゃんと自分で進んで学んでいくことに意義があると僕は思ってて、その結末が国家試験だと思うんですよ、うん、でそれがまつげエクステでもまつげパーマでも僕は何でもいいと思ってて、大事なのは決められた課題に対して自分たちが2年間という時間をたててやると、でこれをやったところに価値があると思うんですよ。で例えば現場で言うと美容師から見たら、じゃあ美容学校で教えてることは現場には使えないかもしれないってよく言うかもしれないですけど、僕は美容学校を多分全ての美容師さんの中で僕が一番巡ってるんですよね、うん、全国本当何十箇所も美容専門学校行ってて、全部の学校の先生とご飯も行きますし、いっぱい話すんですけど、教えてることってそれじゃないんですよ、うん、現場に使える技術を教えたかったらって教えてくれって美容師側多分見てみんな思うと思うんですけど、そういうとこじゃないと思うんですよ。美容学校で学ぶことって高校で調子こいてたやつ、僕もそうだったんですけど、調子こいてたやつが朝頑張って朝練するようになるんですよ、うん、こういう小さなところに対して先生たちはこう泣きながらこう教育をして、それを送ってきてって、なんかそれってなんかこうなんていうんですか、こうこっち側が即戦力が欲しいからってんだったら、その分僕らもじゃあやんなきゃいけないじゃないですか。自分たちがじゃあギャランティーもらわないで学校まで行ってますかと、学校まで行って自分たちはセクションから教えてますかみたいな、じゃあストレート教えてますか美容専門学校に、だけどそれはしないのに、いやそっちで育ててくれよみたいになっても、そもそもなんかこう理に反してるじゃないですか。でこうじゃあまつげエクステが今こっちで流行ってる業界で、まつげエクステが流行ってる、まつげカールが流行ってる、じゃもしかしたらこれが眉毛かもしれないみたいな、もう何もうわーっていっぱいあるかもしれないですよ、いっぱいあるかもしれないですけど、それこっちの事情だと思うんですよ。じゃなくて学生たちが何を学んで2年間こうやってやって大きく育っていくかっていうのは、本当にこういろんなものを多分経験してくべる、培っていくものであって、多分それがどのトレンド性に適応してるかどうかっていうのはこっちの事情の意見だと思うんですよ。それってなんかやっぱり違うかなっていうのは僕はすごい思いますし、それこそ国家試験とかがなくなったりとかしたら、お金ってすぐ言えちゃうんですよ。稼げるって言えちゃうし、こうお金を持ったらってなるけど、僕らのビジネスってもっと大事なとこいっぱいあると思うんですよ。稼げることも大事だし、こういろんな他の業種から見てもっと早く手に入ることもできるかもしれないけど、自分が一番最初にハサミを持った瞬間、自分が最初に肛門を持った瞬間って、そんなことよりももっと大事なことだと思うんですよ。こいつを絶対かっこよくしたい、こいつを綺麗にしたいと思うじゃないですか。っていうのがあったのに、ある程度成功事例を奪ったらずっとそれになっちゃうんですよ、言葉が。そういうのってもう国家試験とかなくなったら最初からそれになっちゃう可能性ってあると思うんですよ。いや俺こんぐらい稼げるようになったんだよねって10代の子が言うようになっちゃう、もったいないじゃないですか。このビジネスもっといいとこいっぱいあるのに、それをなんかこう伝えられなくなってしまうような気が僕はしちゃうんですよね。なのでなんかこれも本当に僕のただ一般の一人のこう意見ですけど、なんかそういうところがこうちゃんといつまでも根付いていくためには、まあいい意味で古き良き文化だけど、中のものとか事業方針とか、この美容師と美容学校の関係性とかも全部変えていかないと意味がないよねみたいな感じなんで、まあ口で言ってるとあれなんで全部やります。はい、熱いなー